藤野義明は、日本の弁護士、政治活動家。北朝鮮に拉致された、日本人を救出するための全国、協議会名誉会長、北朝鮮による拉致と、人権問題に取り組む、法律家の会代表共同代表、日本会議北海道本部前、議長、2007年夏まで維新政党、新風講師団。満州国新京生まれ、 1961年中央大学法学部法律学科卒業会社員生活を経て1971年に32歳で司法試験後大学司法修習26期1974年弁護士登録2008年7月3日佐藤克美の公認として救う会代表に選出7月7日自民党幹事長経験者 加藤浩一が日本 BS 放送の番組において拉致被害者は北朝鮮に戻すべきだったと発言。今日の日朝交渉停滞の原因を当時の福田康夫官房長官案から途中で安倍晋三官房副長官案に切り替えた日本が彼らを北朝鮮に返さなかったことによるとした。また、金正日のことをあの国では一種、 天皇陛下みたいなポジションの人物ですよねと述べた。この発言に対し、藤野は救う、会代表として、抗議を行った。救う会新会長に、藤野義明氏。読売新聞。httpww. w 読売。c o j p フィーチャー 2 0 8万118から93万1444ニュース28万728と 1T00446HTM2010 年8月8日閲覧。不見識極まりない加藤光一氏の発言に抗議する。新しい歴史教科書を作る会。2013年9月5日閲覧。加藤氏、拉致被害者を北朝鮮に返すべきだった。 発言家族会、救う会が、抗議声明。産経新聞。https://megalodon.jp/2008-0709-2055-29/sankei.jp。msn.com、politics、policy-080709-plc-080709-1442015。 N1HTM2010 年8月9日閲覧。ありがとうございます。